メガ都立高高校校連携構想メガ立立に受かった人は、うん、都立高校に所属しているどんな教師の授業も受けられるっていうほ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 う俺なんか全く理系いけなかったのはさやっぱりね分かんなかったってか,日本語何言ってか分かんなかった教えるのが上手い先生に当たった方がいいじゃない だからそのどの都立に入ってもそのだって都立っていっぱいあるでしょ、うん、でいい先生いっぱいいるはずだよねそうなんだよ立ってなだからその好きな先生の授業で単位が取れるようにする<ー>都立の人気だったら高まると思うよだって都立どっか受かっておけば、うん、都立のそのなんていうのコンテンツ価値のあるコンテンツを受けられるんでよ全部最高じゃないあ 最先端 AI で実現する一人一端末 1AI 家庭教師構想すげえ。すげえ。<laughs> だってさ端末配ってんだからもう一人一個まあそれでどんどんやらせないんだよねそうしたら AI 先生つきりゃいいじゃんか何でも教えてくれるよまあたまに間違えるけどねだからこれで俺も何回も言ってるけど AI は間違えるもんだっていうことをちゃんと教えることと<ー>ね だからそういう時は自分で調べなきゃいけないしあとは AI に恋をしてはいけないっていういやいやほんと恋しちゃうからそうそうしたらあの AI にも人権をよこせとかおかしなことになるわけにいやだからそこはガードレールを置くんだろうな、えー、AI の側に AI の側にね、うん、そう深入りしないマインドコントロールしたらもう厳罰こういう政策いいよねって思っても、うん 書く,くだから東京都にとって大事なことはこういう政策がいいねと思ってこれ実現したいっていう時はやっぱり我々とね一緒にやるっていうのが実現可能性は増すんで。